お酒をたしなみながらゆるゆるとトークを楽しむ企画、ランドネホロ酔い談話室第2回を始めていきます。テーマはワインを楽しむ妄想山旅プランということで、ゲストにアルピニストで国際アスピランガイドの天野和明さんにお越しいただいています。天野さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、天野さんは石井スポーツの登山学校の校長先生もされてますけれども、はい、そういう時はどういうフィールドをガイドされたりしてるんですか？いろいろ行きます。本当今住んでる山梨の家の近くの山も行きますし、北アルプスに行ったり富士山に行ったり、まあ、関東が多いですけど、うん、まあ、低山から高い山までいろいろ行きますね。うん、今山梨に住んでらっしゃるっておっしゃいましたけど、はい、山梨のどのあたりにお住まいなんですか？ですね、ワインで有名な勝沼の、はい、がある甲州市ってところなんですけど、甲州市で生まれて甲州市に今も住んでいます。甲州市の観光大使もされてるんですよね？そうなんです。甲州市はの PR 立場する立場なんで、今日も頑張ってお話できたらいいです。はい、なんかワインもブドウもお好きだから今回のゲストにすごいぴったりだなと、はい、そうですね、僕もすごい楽しみにしてきました。はい、うん、ありがとうございます。はい、で天野さんと これから乾杯していくんですけれども、そのワインについてグランポレールの高久さんから説明のお手紙をいただいておりますので、まずそのお手紙を読んでから乾杯に移りたいと思います。はいはい、ちょっと聞きながら妄想してくださいます。はい、はい、そうですね、今回のお話にお供するワインはグランポレール甲州樽発酵2018年です。日本ワインの代表品種、甲州の発祥の地である山梨県で栽培された甲州のみを使用しています。収穫を2回に分け、熟度の異なるブドウを使う用いることで複雑性のある風味を目指しました。早摘みのブドウから柑橘系の豊かな香りを、遅摘みのブドウからしっかりとした味わいを目指しています。やや緑がかかった淡い黄色、柑橘を思わせる華やかなアロマと樽発酵による豊かな樽香が調和したしっかりとした酸味と、辛口ながら後口に果実由来の甘さを感じさせるワインです。うん、楽しみですね。はい、じゃあいただいてみましょう。はい、はい、じゃあ乾杯しましょう。皆さん、はいはい、ちなみにですね、はい、僕の住んでる甲州市は条例がありまして、はい、ワインで乾杯条例っていうのがあるんですよ。どういうことですか？乾杯はビールとか、とりあえずビールとかじゃなくてワインでしましょうっていう。あ、じゃあこれはちゃんと条例にのっとって。そうですね、条例違反してなくてよかったです。はい、じゃあ、はい、乾杯。はい、いただきます。はい、いただきます。爽やかですね。うん、すごいいいです。フルーティーな感じしますね。甲州のあんっていう品種のブドウを使ってるんですけれども、天野さん甲州にお住まいで、そのあたりの山も詳しいので、はい、その甲州の魅力について伺いたいなと思うんですけれども、はい、一回そのお住まいも東京に移されて、また甲州に戻られたじゃないですか。はい、そこまでこう魅了されるのはどんな、うん、ところなんでしょうか？やっぱり、まあ、僕は生まれ育ったふるさとなんですよね。うん、でそこにいた子供の頃はそんなに意識をしてなかったんですけども、うん、まあ、やっぱ東京に大学時代からしばらく住んでいて、うん、でだんだんなんとなく年取ったっていうのもあって、やっぱふるさとのこう山並みとか空気感とか、うん、そういうのがすごい懐かしくなって、まあ、山も近いですし、僕の仕事するのにもちょうどいいので、うん、それで3年前にまた U ターンしました。子供の頃からその山並みを眺めていいなって思われてたんですか？いや、子供の頃は山登りにずっと興味があったんですけど、うん、はい、なんていうかこうもっと高い山に興味があったんですよ。例えば雪山だったり、はい、ロッククライミングとかだったり、そういうのに憧れていて、うん、まあ、近所にある山は今考えれば高さ 2000m ぐらい十分高いんですけど、はい、もう低山だと思ってたので。確かに世界を旅されてるから、それと比べると、うん、だその頃はあんまり地元の山に興味はなかったですけどね。でも最近すごく自分の住んでるところの周りの山が楽しくなってきました。そしたらこのぜひこのワインと山を楽しむおすすめのプランを教えていただきたいなって思うんですけれども、はい、天野さんの一押しをぜひ。そうですね、まあ、僕ちょうど
勝沼と円山っていう町の境に住んでるんですよ。でやっぱ少し丘陵地帯になっていて、周りがまあ桃の畑とブドウの畑が多いんですけども、うん、羨ましい、はい、ワインを一緒に楽しむとすると車では行けないじゃないですか、はい、で駅から降りて畑の中を通ってそのまま歩いて山に行ける山がいくつかあるんですね。いくつかあるんですね。あります。で前に行ったところも勝沼ぶどう郷っていう駅があるんですけど、はい、そこを降りて最初はタクシーを使ってぶどう畑の林道をずっと登っていって、名前からワクワクしますね。あ、駅の。そうですか、はい、まあ、ぶどう郷っていうそう名前ですかね、うん、はい、で山に登ってずっと下に降りてきて、で最後降りてきたところが大善寺ぶどう寺って呼ばれるお寺なんですけど、うん、なぜぶどう寺、仏像がぶどうを持ってるんですよ。へー、すごい。でそこから、まあ、その甲州というか勝沼のワインが始まったと言われている場所なんですね。うん、そうなんですね、はい、その観光地化された後に作られたじゃなくて、じゃないんですか、はい、もう昔鎌倉時代からあるお寺なんですけども、その辺に甲州高尾山という山から降りてきて、でそこでもまあ拝観するとワイン飲めるんですけど、へー、でまたワインあのぶどう畑の中を通って、で前はそのワイナリー併設のレストランがあって、そこでご飯を食べて駅に帰るっていうのをしたことがあります。じゃあ下山後の一杯の乾杯もちゃんと条例を守って、そうですね、ワインで乾杯できるんですね、はい、すごい羨ましい。いいとこですね。そういうその旅を楽しむのだとしたら、はい、おすすめの季節ってありますか？あの山梨はですね、まあ、勝沼円山も盆地の端っこなんですけども、はい、盆地の気候なので冬寒くて夏暑いんですよ。ですのでおすすめやっぱり春と秋がいいと思います。じゃあこの放送がの頃はちょうどいいですかね。そうですね、春はあの桜も綺麗ですし、あとは桃の花と桜は結構同時期に咲くので、それ山の上から見ると甲府盆地があのピンクの絨毯みたいに見えるんですよね。ぜひランドネの取材で行きたい。ぜひぜひ来てください。ありがとうございます、はい、素敵なお話をいろいろ聞かせていただいてありがとうございます。で引き続きあのランドネのインスタグラムにいろいろ質問が来ていますので、ちょっとそれを天野さんにお答えいただきたいなと思うんですけれども、はい、一つ目がワインを山に持っていくときどういうふうに工夫したらいいでしょうかという質問なんですが、はい、そうですね、はい、本当はあのボトルのまま持っていって、この最初のあのトクトクトクっていう音をさせながら飲むと気持ち的にはいいんですけども、はい、やっぱり重いし飲み終わった後それを、ね、割れるし、はい、大変ですよね、はい、何か後ろからですので、はい、あのこれよく山の水筒に使われるものなんですけど、うんうん、でこれ同じメーカーが出しているワイン用のリザーバーなんですよ、うん、はい、でこれ、まあ、何か特別なあの、はい、ワイン用の何か仕込みがあるっていうわけではないんですけども、はい、まあ、空気と触れるとやっぱ酸化するじゃないですかワインって、はい、でちょうどこの容量がワインのボトルがぴったし入る大きさになってまして、余計な空気を入れないでそのまま、まあ、割れることもなく飲み終わった後は畳みやすく持ち運べるっていう。結構これ、その紐ってあれですね、これ僕オリジナルでつけましたこくら下げてあの持てるように。へえ、いいですね、はい、すごい愛着を感じます。結構もう重宝してますね。うん、いいですね、はい、なんか最新のものは少し柄も変わってて、そうですね、今ちょっとブルーの色になってますけど、うん、これ前のやつです。ぜひアウトドアショップでチェックしていただければと思います、はい、であともう一つ質問がどんなカップを使っていますかっていう質問なんですが、はい、何かこだわりって天野さんありますか？そうですね、まあこだわりは特にないんですけども、はい、普通にあのシェラカップだったりとか、うん、魔法瓶のコップでそのまま飲んだりするんですけども、うん、でも気分的にはやっぱこうワイングラスを使った方が美味しく視覚的に飲めるじゃないですか、うん、はい、でもただ普通のワイングラスってやっぱ持ち運びもデリケートだし割れることがあるので、うん、で今また何かで、はい、すごい便利なものがあって、はい、こういう折りたたみ式のガラスではないプラスチックのグラスがあるんですよ。あ、まさにですね、はい、これ組み立てると、まあ、今僕らが飲んでるこれになるんですけども、はい、すごいコンパクトにもなるし気分も上がるしおすすめですね。少し荷物の余裕があるときはこれを持って、そうですね、この折りたたみ式のグラスを持っていけるとすごくいいですね、はい、そうするとより美味しく飲めると思います。ありがとうございます、はい、で今回この
天野さんと乾杯したワインはランドネオンラインのウェブ記事で紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。とですね、この今回 の, そのランドネホロ酔い談話室で登場するワインは限定価格でイベント期間中購入することができます。 YouTube の概要欄とランドネオンラインのウェブ記事から購入バナーを貼っていますので、そこからぜひチェックしてみてください。次回のランドネホロ酔い談話室のテーマはワイン×フィールドペアリングというテーマです。ゲストはまた引き続き天野さんと、あとグランポレールの高久さんと3人でお届けしていきますので、そちらもどうぞお楽しみに。じゃあ天野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。